小山若い沼ル1月25日は、室町時代の小山氏の武将、小山義政の着難、小山隆生とも、陽明の若い沼ルで知られる。ただし、隆生の名を、後世の作為として、反逆者として追われていたために減服できなかった、あるいは指導者としての神秘性を示すために意図的に減服しなかった説もある。小山義政の乱の際、 一時隠居した父に代わり、家督を継いだと言われる。吉政の廃止後、四徳三年に挙兵、義論城に立てこもった者の,の討伐され逃亡。この頃、小田高朝にかくまわれたが、後に所在が発覚し、小田氏が鎌倉久保、足利氏光の討伐を受けることになった。しかし彼は、所在が発覚した時点で、すでに逃亡しており、しばらく姿をくらました。 王衛三年には、日田市や田村市など宮形の残党と組んで挙兵したものの、宇治光が討伐のため大軍を率いてくると敗北。一説に徹底した宇治光の捜索により、王衛四年正月二十五日に、道の区国会継にて自害したとも、またはさらに逃亡し、江戸地に逃れたとも言われる。若い沼の維持である七歳の宮井沼と三歳の、 久しヌ丸は地元の足なしによって捕らえられて、鎌倉に送られ、ほどなく武蔵区に六浦沖に生きたまま籠に入れられて、海に沈められ、ここに小山智政以来の着流は完全に途絶えた。ありがとうございます。